すべての犬は天国へ行くは、ケラリーノ・サンドロビッチの儀曲。劇団、ナイロン摂氏100度により21ショートトーン、セッションとして、東京、ホンダ劇場で2001年4月6日に初演。論争者より2002年8月25日に、観光の同盟儀曲集に収録された。第1回朝日舞台芸術賞受賞作。本作は、殺し合いの果てに、男たちが死にたえ、 女だけの街となったアメリカ合衆国西部の街で古びた居酒屋を舞台に残された女たちの狂気をシリアスカズコミカルに描いた西部劇である。2015年劇団ぬいぐるみハンターにより上演。同年プラチナペーパーズの包みや水キの演出によってリメイクされた西部開拓時代ある街の居酒屋検証館で駒使いの母子が掃除に来るところから 物語は始まる。殺し合いによって男たちはみなしに、残された女たちは途方に、くれ、ただ酒を飲むほかなく、居酒屋の2階にある売春宿は商売が立ち行かなくなっていた。彼女たちは男がいた時のように振る舞うが、やがて街の奇妙なバランスがやがて女たちを蝕んでいき、次第に壊れていく。リメイク版は、 ネルケプランニングの松田誠によって提案され、発表に伴い、脚本を担当したケラリーノ・サンドロビッチはアイドルが、アイドルでなくなるかもしれないことを悩み考え抜いた。結果、何より、ああした世界にいながらこうした作品に挑んでくれた、ことを評価。が、問題を挙げれば、キリがないと振り返った。劇中には過激な表現や、暴力的な描写が含まれ、リメイク版を担当した。 乃木坂46の桜井玲子と松村さゆりはラブシーンを演じ舞台初挑戦となるいこまりなは決意表明として役作りのために前髪を切ったオリジナル版ナイロンセ氏シ100度21ショートトンセッションとして2001年4月6日から4月22日まで東京ホンダ劇場にて上演ぬいぐるみハンター版ぬいぐるみハンタープロデュース公演として 2015年4月29日から5月10日まで、王子衝撃場にて上演。リメイク版2015年10月1日から12日まで、アイア2.5シアター東京で上演。オリジナル版以下は2001年の4月6日から22日までの、上演時のキャストである。ぬいぐるみハンター版リメイク版以下は2015年10月1日から12日まで。 アイア2.5シアター東京で上演された舞台のキャストである。上演当時の乃木坂46メンバーは太字で表記。オリジナル版ぬいぐるみハンター版リメイク版リメイク版、勝木隆はリメイク版をキャストがアイドルという枠組みから外れて俳優として立ち回るための基盤の足がかりと位置づけ、アイドルというイメージからの脱却ではなく、アイドルというイメージの拡張であるとした。 勝つは、リメイク版の内容について、救いようのなさとコメディを両立させることが困難である、ことを示した作品だからこそ、東風マチコラ1 0メンバーの力がなくては、成り立たなかったとし、陰鬱かつ閉鎖的な終作と評した。実際、ラストシーンに登場する五人のうち四人は、客演メンバーであり、重要な役回りを演じる、デボアが、その一人に含まれていたことについて、 勝つはアイドルを主演に据えることよりも、戯曲と演出を尊重することを優先したと見ており、リメイク版にとって必要不可欠だったと評している。オリジナル版のイグルミハンター版、ありがとうございます。